こんにちは、千秋です。皆さん元気ですか？今日は反対言葉の勉強をしましょう。最近暑いんです。暑い、あ、暑いからクーラーを入れますね。あ、オッケーオッケー、涼しい。クーラーを入れたら今度はちょっと寒いです。あ、寒い、やっぱりクーラー切ろう。難しい。暑いの反対は寒いです。他にもいろんな反対の言葉がありますね。今日はその勉強です。それでは早速よーいスタート。さあ、それでは反対言葉の勉強をしましょう。今日はパンダさんが来てくれてますね。こんにちは、よろしくね。さて、レベル1、まずはちょっと簡単かもしれないけど、星1つの問題です。一緒に頑張ろう。これは何ですか？ボール、サッカーボールですね。このボール大きいです。大きい、漢字も見てくださいね。大きい。このボールは反対の言葉です。なんだろう、わかった？そう、小さいですね。小さい、大きい、小さい。 OK かな。じゃあ次、これはそうそう、鉛筆ですね。鉛筆2本あります。上のこの鉛筆は長い。そうです、長い。じゃあこの長い鉛筆のこの反対は、長いの反対知ってる？教えて。4文字です。長い反対は短い。そうです、短い。長い、短い。 OK ですか？じゃあ次は、なんか楽しそう。こっちはたくさん、こっちはちょっと、少しですね。どんな言葉かな。こっちは人が、あ、人じゃない、ごめん。ライオンさん、パンダさん、クマさん、ウサギさん、動物たちがたくさんいます。多いです。多い、多いの反対はなんだろう。これです、少ない。少ない、覚えてね。多い、少ないです。じゃあ、お、あ、ここでクイズです。クイズタイム、イエーイ。これはわかるかな。大きいの反対は何ですか？ 3、 2、 1、どうぞ。正解はじゃん、小さいでした。合ってた？大丈夫？大きい、小さいですね。じゃあ次、鉛筆です。長いの反対は、長い、3、2、1、どうぞ。本当に？長いの反対はじゃん、短い。短いですね。 OK でしたか？長い、短い、覚えましょう。じゃあ次、あ、これもさっきやりましたね。多い、多いの反対は3、2、1、どうぞ。教えて。そうそう、4文字だよ。答えはじゃん、少ないですね。 OK かな。多い、少ない、
覚えましょう。あれ、少ないがひらがなですね。あ、漢字のクイズですね。少ない、漢字で書くと1番2番3番のどれでしょうか。あ、これはちょっと難しいかな。考えてみてください。間違えてもいいよ。このい、2番はない、3番だったらくない。このひらがなは送りがなと言います。送りがなはい、ない、くないのどれでしょうか。考えた？じゃあ答え教えて。何番？ OK、 では答えを一緒に見てみましょう。正解はじゃらら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 ら、じゃん、2番でした。少ないの送りがなはないです。 OK だったかな。間違っちゃったという人も今覚えてね。少ないでした。はあ、これでレベル1は終わりです。パンダさん、四つ葉のクローバー持ってるね。楽しそう、いい天気だね。お、早速レベル2です。次は星が2つ、ちょっと難しくなりますよ。頑張りましょう。これは、暑い。そうです、暑い。暑いね、今日も暑いねの反対は、寒いですね。ちょっと暑い、寒いは漢字が難しいですね。寒い、こんな字を使います。暑い、寒い。じゃあ次、これは、これみんな知ってる？東京スカイツリーですね。とっても高いです。高い、高い。じゃあこれは、この家はこれです。低い、低い、高い、低い。 OK かな、覚えてね。じゃあ次、この子がドゥ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 ン、ここまで、この家まで行くの、読み方わかる？ちょっと漢字がさっきから難しいね。と、遠い。そうです、こう言ってこう言ってずっと行くので、ちょっと遠い、ここから遠いです。じゃあ遠いの反対はこれです。近い、近い、遠い、近い。ここからこの家まではすぐです。近いです。じゃあレベル2のクイズです。今日はレベル2のクイズまでですよ。頑張ろうね。あ、これはもうみんな簡単かな。暑い、反対はじゃららららら、じゃん、どうぞ。うんうん、そうです、寒い、寒い、暑い、寒い、反対言葉です。じゃあ次、あ、これもさっきやったね。スカイツリー、スカイツリーは高いです。高い。その反対は、クイズです。高いの反対言葉は何でしょう。1番低い、2番低い、3番憎い。さあどれ、 1,2,3 どれでしょう。答えはもう言っていい？言うよ。決めた？答えは、じゃらら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 ら、じゃん。あー、パンダさんも難しそう。じゃん、答えは1番、低いでした。イエーイ、合ってた？低い、低い、
漢字はこの字です。高い、低い、覚えましょう。じゃあ、最後の問題。この家までは近いです。近い。近いの反対は？どうぞ。忘れちゃった？と、と、と。答え言いますね。正解は、じゃん！遠い、遠い、遠い、遠いです。OK だったかな？あ、ごめん。さっきの最後のクイズじゃなかったね。レベル2のクイズは終わりました。今日勉強した言葉の中から4つ。多いの反対、短いの反対、低いの反対、遠いの反対。1,2,3,4 に入る言葉は何でしょうか？ここで YouTube をストップして答えを紙に書いてください。答えを4つ書いたら YouTube をスタートさせて答えをチェックしましょう。では、ストップ。さあ、みんな答えを考えましたか？じゃあ一緒に1番から見ていきましょう。1番は多いの反対は、じゃん、少ない、少ないでした。合ってたかな？多い、少ない。じゃあ2番、2番の答えはじゃん、長いでした。 OK かな？長い、短い。さっき鉛筆があったね。長い、短い。覚えましょう。じゃあ3番。3番は、じゃん。高い、高い。スカイツリー、高いです。低いです。ありましたね。OK だったかな？じゃあ最後。遠いの反対は、じゃん。近い、近いでした。多い、少ない、長い、短い、高い、低い、遠い、近い。今日勉強した言葉、たくさん使うことがありますから覚えていきましょうね。じゃあ今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。また一緒に勉強しましょうね。バイバーイ。